あきちゃんおはようございます。大丈夫ですかね。ちょっと待ってくださいね。はい、あ、なごさんおはようございます。おはようございます。あ、みんさんおはようございます。きょうこさんおはようございます。かおりさんおはようございます。はい、皆さんどんな朝をお迎えでしょうか。私は朝ですね、インターネットがちょっとダウンしててパニクりました。はい、あ、アロハマミリンさんおはようございます。あ、きょうこちゃん嬉しい、おはようございます、ありがとうございます。なごさんもおはようございます。はい、先週までのところでですね、そうですね、自分以外を演じて疲れてないですかということで、自分自身、本当の自分自身を、演じてこそですね、初めて自分に合った人間関係とか、自分に合った周りの環境っていうのを勝ち取っていくことができますよっていうふうなお話をさせていただきました。はい、で今日はですね、その続きをお話しさせていただければいいかなと思っています。そうですね、人間なのでどうしてもなんかこう人から嫌われたくないっていう気持ちがあったりとかもしますよね。はい、あ、みんさん東京は雨なんですね。あ、やっぱり梅雨ですかね。沖縄はまだ梅雨のはずなんですけどかなりずっと晴れてますね。昨日の夜はちょっと嵐があったようですが、日中とかはかなりお天気が良くて、夫はゴルフに行ってすごい焼けて帰ってきていました。はい、はい、そうですね、先週のお話から、少し考えていただけた方とかもいらしたかなと思います。コメントをいただいたりとかですね、こういうふうに思いましたっていうふうなお話とかもシェアしていただけてとっても嬉しかったです。はい、そうですね、で今日はその続きなんですが、一つ目っていうのは、まず自分自身っていうのをしっかりと持つこと、そしてその自分自身でいることっていうのを恐れないこと、でそうすることによって本当の人間関係っていうのが、掴んでいけますよっていうふうにお話をしたのが、自分自身でいるっていうことの利点一つ目ですね。はい、あ、アロハゴーソさんおはようございます。はい、そして2つ目、そうですね、2つ目の方も、お話をしたいかと思います。それはですね、自分にとってあなたにとって何がベストっていうのを知っている人っていうのは私たち自分自身しかいないっていうことです。はい、あ、おはよう、ちょっと待って、はい、ありがとうございます。あ、アロハゴーソーさんもおはようございます、ありがとうございます。そうだよね、マリちゃんに聞いてくれて参加してくれてるんだよね、ありがとうございます、おはようございます。はい、そうですね、で誰にとって、誰でもあなたにとってベストっていうのを知っている人は自分を置いて他にはいないんですよっていうお話をしたいと思います。そうですね、誰かに受け入れてもらうためにですね、試行錯誤をしたりとか頑張ってみたりとか自分を変えてみたりとか、でそういう時っていうのはね、本当に自分を見失っているような状態になってしまっています。はい、でその自分自身をですね、見失わないっていうのが、とても重要になってきます。はい、で、特にですね、自分の道を自信を持って進んでいる時、あ、ふみさんおはようございます。はい、今日も今からお仕事なのに来ていただいてるんですよね、嬉しいです、ありがとうございます。はい、でですね、自分の道っていうのをしっかりと、進んでいる時で、その時っていうのはですね、自分にとっても自信が満ち溢れている時だと思います。でそんな時にですね、例えば他の人からの意見があったりとかっていうことがあるかと思うんですけれども、そういった時にですね、考えてみてほしいのが、あなたの今進んでいる道っていうのを本当に分かっている、その道の先に何があるのかっていうのをしっかりと理解しているっていうのは自分自身だけだと思っています。お、ヘイヤンコ、 Thank you for joining. I hope Hawaii is a good weather.
あ、うずさきちゃんさん、おはようございます。ありがとうございます。あ、ふみさん、お仕事ですね。はい、ありがとうございました。いってらっしゃい。はい、そうですね。で、この自分の道っていうのを、どこにつながっているのか、そしてそこに何が待っているのかっていうのは、分かっているのは自分しかいない。そして、その道を進むことの価値っていうのを知っているのは自分しかいないっていうことですね。で、たとえその自分がたどり着いた道のゴールっていうのが自分が予想したものと違っても、その道を進んでいった自分、それに価値があります。で、そこから学ぶことがあったっていうことですね。はい、エリさん、おはようございます。はい、ということなので、この道をですね、他の人に分かってもらう必要っていうのはないんです。はい、この道を進んでいくことの価値。あ、マリちゃん、おはようございます。 Redhead Fuller Girl さん、 Thank you for joining。 ありがとうございます。アニョハシヨー。はい、エリさん、おはようございます。はい、そうですね。この道っていうのを、進んでいった、ここの過程に価値がある。そして、そこをですね、選び取った自分、それの自信、そして、自分がこの経験したこと、この経験っていうのは何事にも変えられないものですよね。で、自分で行ってみるしか経験できなかったこと、分かることができなかったことっていうことです。なので、この経験、そして、得た価値っていうのは何物にも変えがたいと思います。なので、これをですね、とても大事にしてほしいと思っています。で、この道をですね、例えば行ったことがないような人からもアドバイスをもらったりとかですね、そんなの危ないよとか、そういうのやめた方がいいよっていうふうに言われることもあるかもしれません。ですが、それがあなたが本当に信じる道で、で、本当に行ってみたいと思う道なんだったら、ぜひ進んでみてほしいと思っています。あ、リノアマーさん、いつもありがとうございます。おはようございます。はい、で、その道を進んだ先にあるものっていうのは、何者にも変えられない経験です。はい、で、この道を進んでいくにあたって、一つ一つですね、問題を解決していったりとか、いろんな過程、そして学びがあると思います。で、このステップっていうのは自分で踏んでみるしかないんですよね。で、他の人に代わりにやってもらう。で、他の人がやったことから、聞いて、それを全部自分の経験にするっていうことは不可能です。なので、自分で行ってみて、自分で経験してみて、初めてそれが勝ち取れるっていうことですね。で、その自分が得た経験、自分が得たものっていうのは、自分にとってはかけがえのない自信につながっていきます。はい、で、その自信があるから、これからの人生ですね、どういったチョイスをしていこうとか、どういったものを取っていこうとか、そういった、チョイスが新たにできるようになっていくっていうことですね。なので、自分の進む道とか過程とかっていうのを、本当に大事にしてほしいなと思っています。で、その道を自分で進んでいっているとき、選び取っているときっていうのは、本当に自分自身、あなた自身が輝いているときだし、で、その美しさっていうのは、あなたが思っているよりもそれ以上に輝いている瞬間だと思ってください。はい、なので、例えばですね、その道を進んだことがない人で、もしくは行ったことがあるかもしれないけれども、自分とは違う経験を得ているかもしれない人で、そういった方からのアドバイスとかっていうのは、その時はありがたく、聞いて、ありがとうって言って、で、もしですね、あなたの道を進んでいく、自分の道を進んでいく、それが障害になるようであれば、そっと距離を取る。本当のあなた自身っていうのを勝ち取るために、そっと距離を取るっていうのもチョイスかもしれません。はい、で、それでですね、自分の本当の気持ちっていうのを話してみる。そして、そこで分かってくれた人っていうのは、これからもあなたの自分の人生を歩んでいく、自分の道を歩んでいく、サポーターになってくれる方だと思います。はい、で、ここでもやっぱり自分自身でいること、そして、本当の自分のチョイスっていうのを信じてあげること。で、たとえそれがですね、失敗につながったとしても、この過程から得たものっていうのがかけがえのないものだということ、それを知っておいていただければいいなと思います。はい、あまこちゃん、おはようございます。ありがとうございます。はい、そして大丈夫そうですね。ちょっと今日はもう一つ時間がありそうなので、もう一つ理由を
言ってお話しできればいいかなと思います。で、それはですね、あなたの人生、その人生を、変えることができるっていうのはあなただけっていうことを知っておいていただけたらなと思っています。で、私たちの人生っていうのですね、これまで過去の経験っていうのがたくさんあるかと思います。で、その経験がポジティブなものであれネガティブなものであれ、これをですね、自分が人生で経験したことで、ここに共通することっていうのが何なのかっていうことです。ポジティブな経験、ネガティブな経験、ここで共通していること、これはそこに存在している出演者があなたであるということです。はい、あ、ミシアさん、おはようございます、ありがとうございます。はい、で、このここの出演者が自分自身っていうことで、経験しているのが自分自身っていうことで、これだけは全てのことに共通することです。で、ここで何を言いたいかというと、この人生で起こったネガティブなこと、ポジティブなこと、それをネガティブなものであると取るのか、ポジティブなことであると取るのか、それは自分自身が選び取るものだということです。はい、で、例えばですね、私たちの人生で、何が起こったとしても、で、自分の状況を変える選択をすることができ、そして、それについての考え方を変えることができる。で、これっていうのは他の誰でもない自分自身ですることです。で、それは自分自身の責任であって、例えばもしかしたら傷ついた経験とかっていうのもあるかもしれません。でも、その傷ついた自分、それを助けてあげるっていうのは自分しかできないことです。で、そのネガティブだった経験っていうのをポジティブなものに変えていくっていうのも自分でしかできないことです。はい、あ、マサさん、おはようございます。あ、ゆっこさん、おはようございます。はい、会社に行ってらっしゃる途中でしょうか。お忙しい中ありがとうございます。はい、なので、この2つのこと、ポジティブなものであれネガティブなものであれ、自分でその経験を選び取っていくこと、そして、それについての考え方を変えること、それっていうのは自分でしかできないっていうことですね。なので、それをですね、人のせいにしていかないようにしてみましょう。で、人のせいにしてしまうことでですね、自分がさらに傷ついてしまうことっていうのも多々あります。なので、自分自身の責任において、そのネガティブなポイントっていうのを少しずつポジティブに変えていくっていう努力をしていくことも重要かなというふうに思っています。で、その事実においてですね、他の人の意見というのを挟まないように努力をしてみてください。で、これ難しいと思うんですけれども、やっぱり嫌なことを経験した時とかっていうのはですね、他の人にお話をして、で、その人からのこう意見を聞いたりとかっていうのもあります。で、それがですね、人生を助けてくれるっていうこともあるんです、もちろん。もう、そのプロセスにおいてですね、他人の意見を全て受け入れてしまうっていうことではなくって、自分が考えるプロセスを取ってあげてください。で、この自分が考えるプロセス、どうして自分がそういうふうに感じたのか、で、そこで他の人に、何々さんはこういうふうに感じたんでしょ、だからこうなんでしょっていうふうに決めつけられることもあるかもしれません。ですが、それが本当の自分と違っている場合っていうのは、ここのプロセスが全て無駄になってしまいます。なので、自分でしっかりと考える。で、どうしてその経験っていうのが自分にとってネガティブな経験だったのか、なぜ自分はそういうふうに感じたのかっていうのを、ここでしっかりと感じてあげてください。そして考える時間を取ってあげてください。で、それを考え取った後ですね、自分で、その自分に対してこういうふうに思ったけれども、今は自分はこういうふうに考えることができるっていうふうに、少しずつポジティブに変えていくっていうのがとっても重要になってきます。で、ここで重要なのは、他の人の考え方を自分に当てはめるっていうことではなくって、自分の労力と時間を使って、で、その選択をしていく、そして、ネガティブなものでもポジティブに変えていく、そういったプロセスを生むこと、で、これが私たちが学ぶべき技術ですね。はい、そうすることによって、いろんなことが、ポジティブな
経験に変えていくことができると思います。はい、あ、ゴロゴロさんおはようございます、ありがとうございます。はい、で、この他の人がどのように考えるのかっていうのに気を病まない、うん、合ってるかな言い方、はい、他の人がどういうふうに思うのかっていうことにあまり時間を割いてですね、考えすぎないっていうのもとても重要だと思います。で、自分の真実を生きていく、で自分の真実を生きていくことでですね、本当の人間関係っていうのも、築けていけますし、自分自身がですね経験したことっていうのをフルに生かせる人生になってくると思います。はい、で例えば私たち自身ですね、私たち自身が真実を生きることっていうのを邪魔してくる人っていうのは、あなたにですね偽りの人生を生きてほしいというふうに思ってくれている、思ってしまっている人だと思います。で、そういう人からは一線を引いてみるっていうのも手かもしれません。はい、あ、メロンさんおはようございます、いつもありがとうございます。はい、ということで、今日は2つ大きなカテゴリー理由をですねお話ししました。1つ目っていうのは、誰もあなたにとって何がベストかっていうのは自分を置いて他に分かっている人はいないんですよっていうふうにお話をしたことですね。なので、自分の道っていうのを自信を持って進んでみてください。で、他の人に受け入れてもらうために自分の道を変えないでくださいっていうこと。そして、自分の人生を変えていくことができるのは、あなた自身ですよということですね。これは、未来の道もそうですし、過去のこと、過去の経験もそうです。自分の未来の道っていうのを選んでいくのも自分、そして、それを、変えていくのも自分ですし、過去のポジティブネガティブな経験、これをすべてポジティブなものに、そして自分の糧に変えていけるのも自分自身です。はい、ということで、今日はその2つの理由っていうのをお話ししました。で、それをですねすることによって本当の人間関係ですねとか本当の幸せとかっていうものを掴んでいくことができます。はい、そこに立って初めて自分自身の本当の自分の人生がスタートしていくっていうふうに、考えていただければいいかなと思っています。はい、では今日も瞑想入っていきたいと思います。はい、では両手を胸の前で合掌、そのままゆっくりと目を閉じて、はい、鼻からゆっくりと呼吸をしていきましょう。呼吸をするときに鼻から吸って、そして自分の肺、そしてお腹の底までいっぱいに空気が満たされていくのを感じ取っていってください。それに際して胸お腹がアップダウンしていきます。朝の気持ちいい空気を体いっぱいに吸い込んでいきましょう。ゆっくりと呼吸を落ち着けていきます。はい、それでは今日は過去の自分の経験を紐解いていってみましょう。過去の自分の経験の中で今でも時に思い出してしまうこと、そして思い出した時に過去の苦い思い出が蘇ってくるもの、その思い出を一つ選び取ってみてください。
その経験を思い出すとき、もう一度その出来事があなたの胸をえぐるかもしれません。ですが、このことをそのままにしておいては、その出来事は一生あなたの心をえぐり続けます。今ここでその経験から解放されていきましょう。なぜその出来事があなたの心をえぐるのか、少し時間をとって考えてみてください。それは誰かの発言にあったかもしれません。誰かの行動にあったかもしれません。誰かの態度にあったかもしれません。そのことによりあなたは深く傷つきました。どうして自分がそこで傷ついたのか、その理由を自分自身の胸に聞いてみてください。誰か他の人のためにその理由を作るのではなく、自分自身の中にある本当の理由を聞き出してください。今すぐ答えが出なくても、あなたの心は必ずあなたに答えを返してくれます。そしてその心からの答えから目を背けないでください。あなたが何らかの理由で傷ついてしまった、それは事実です。ですがその方の言った言葉、行動、態度、それは今のあなたを否定するものでしょうか。今のあなたに当てはまるものでしょうか。あなたはとても賢く、美しく、唯一無二の存在です。その他の方の発言、態度、行動がもしかしたらあなた自身を否定するものであったかもしれません。ですが本当のあなたはそんなことで否定されるぐらいの弱い人間ではありません。私たちが自分自身の道を進んでいるとき、そのとき私たちは最も強く、最も美しく輝いています。自分に自信を持ってあげてください。
その時にあなたを否定した人、傷つけた人、その方はただあなたと進む道が違っただけです。進む道が違った方から言われたこと、進む道を違う人、違う方が取った行動、態度、それによってあなたが傷つく必要はありません。自分自身でいることを恐れないでください。その時に傷ついた自分、その自分が目の前に立っているのを想像してみてください。そしてその自分自身を今強く抱きしめてあげてください。そこであなたが流した涙、傷ついた心は決して無駄ではありません。それもあなたが自分の道を歩んでいくための過程であったということです。その傷ついた自分自身にお疲れ様と伝えてあげてください。そしてありがとうと伝えてあげてください。その傷ついたあなたは今のあなたの心の糧になっています。あなたはあなたです。賢く、美しく、唯一無二の存在です。少しずつその傷ついた自分自身を今のあなたに統合していきましょう。少しずつ傷ついたあなたがあなたの体へと溶け込んでいきます。今のあなたにしっかりと統合することで、この過去の傷は少しずつ癒えていきます。また何かのタイミングで思い出すこともあるかもしれません。その時に過去にこんなことがあったなと少し微笑んで思えるぐらいになるまで、何回もこのプロセスを繰り返してみてください。その時あなたは本当の自分の心に気づけているはずです。本当の自分の道を見つけているはずです。ゆっくりと自分の呼吸へと意識を戻していきましょう。両手をゆっくりこすり合わせていきます。両手を両目の上にかぶせていきましょう。鼻から息を吸って、吐き出しながらゆっくりと目を開けます。もう一度鼻から息を吸って、
き出しながらゆっくり両手を解放。はい、本日もどうもありがとうございました。はい、それでは、今日はここまでですが、ご参加いただいた方々どうもありがとうございました。はい、また今週もですね、素敵な1週間になることを祈っています。はい、クリプさん、キヨミさん、アロハコトさん、あれケイちゃんかなおはようございます。はい、ハルミンさん、おはようございます。はい、エリさん、ありがとうございました。カオリさん、嬉しいです、ありがとうございます。マリちゃん、いつもありがとう。はい、ナゴさん、ありがとうございました。はい、ミツキチさん、ありがとうございます。はい、キエちゃん、ありがとう。あ、嬉しい、ミホさん、サラヘヨって書いてある、ありがとう、ミチューアロハゴーソーさん、ありがとうございました。はい、ウィズサクちゃんさん、いつもありがとうございます。あらありがとうございます。リノアマオさん、キョコちゃん、ありがとうございます。はい、もしですね、何か質問とかあったらいつでもお送りください。あのテキストで大丈夫なので、いつでも受け付けます。はい、みんさん、ありがとうございます。おはようございました。本当に今日もなんか素敵なアイコンが、皆さんの素敵なアイコンが私を癒してくれた感じです。ありがとうございます。はい、それでは皆さん、素敵な1週間にされてくださいね。はい、OK、Thank you for joining. ありがとうございます。マハロヌイロア、そしてマーラマポノー。